11月18日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢は1レース。予想上位は A 新湯から。目標タイムは0分51.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は2レース。予想上位はサバイバルリベラル。目標タイムは0分51.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は3レース。予想上位はネバシーンビフォー。目標タイムは1分 25.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は4レース。予想上位はロックオブソシジ。目標タイムは1分 24.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は5レース。予想上位は友坂へ。目標タイムは1分 24.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は6レース。予想上位は鶴丸ブルー。目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は7レース。予想上位はストロングブラック。目標タイムは1分 30.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は8レース。予想上位はフェルサイト。目標タイムは1分 29.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は9レース。予想上位はブルートブロッサム。目標タイムは0分 50.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は10レース。予想上位は結衣の鼓動。目標タイムは1分 29.6 秒です。荒れる傾向が強いです。水沢は11レース。予想上位はライトフィールダー。目標タイムは1分 29.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は12レース。予想上位はアルティマボス。目標タイムは1分 29.9 秒です。荒れる傾向が強いです。浦和1レース。予想上位はルージュルージュ。目標タイムは0分 49.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。浦和2レース。予想上位はスパークルガール。目標タイムは1分 33.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。浦和3レース。予想上位は津田の武蔵。目標タイムは1分 33.8 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。浦和4レース。予想上位はアマレロフレーバー。目標タイムは1分 37.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和5レース。予想上位はケンブレナム。目標タイムは1分 33.5 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。浦和6レース。予想上位はピッコロバンビーナ。目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和7レース。予想上位はドゥマンフルー。目標タイムは0分 52.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和8レース。予想上位はタロサンダー。目標タイムは0分 52.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和9レース。予想上位はコンバットココ。目標タイムは1分 31.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和10レース。予想上位はバレンテ。目標タイムは1分 37.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和11レース。予想上位はサーマウント。目標タイムは1分 29.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和12レース。予想上位はパーティーアニマル。目標タイムは2分 13.9 秒です。
荒れる確率の方がやや高いです。金沢1レース、予想上位はサフランブライト、目標タイムは1分 31.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢2レース、予想上位はサナノリッチ、目標タイムは1分 38.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢3レース、予想上位はテキーラワルツ、目標タイムは1分 30.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢4レース、予想上位はゴールドパース、目標タイムは1分 38.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢5レース、予想上位はサンエステランス、目標タイムは1分 30.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢6レース、予想上位はパルガーン、目標タイムは1分 36.9 秒です。硬いレースになりそうです。金沢7レース、予想上位はトンボ、目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢8レース、予想上位はキャラハンテソウロ、目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢9レース、予想上位はオールズフェア、目標タイムは1分 36.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢10レース、予想上位はレモンスフレ、目標タイムは1分 30.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢11レース、予想上位はアイランドピーク、目標タイムは1分 36.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢12レース、予想上位はテトラルキア、目標タイムは1分 50.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松1レース、予想上位はグラス、目標タイムは1分 30.6 秒です。硬いレースになりそうです。笠松2レース、予想上位は埋めてまり、目標タイムは1分 31.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松3レース、予想上位は大勢ビクトリア、目標タイムは1分 30.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松4レース、予想上位はビレーラ、目標タイムは1分 21.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松5レース、予想上位はシャローナ、目標タイムは1分 30.7 秒です。硬いレースになりそうです。笠松6レース、予想上位はマーミンラブ、目標タイムは1分 30.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松7レース、予想上位はヒルのグラスゴー、目標タイムは0分 51.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松8レース、予想上位はシャンドゥルン、目標タイムは1分 29.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松9レース、予想上位はコウ、目標タイムは1分 29.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松10レース、予想上位はカズピレウス、目標タイムは1分 43.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松11レース、予想上位はわらしべ長者、目標タイムは1分 43.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松12レース、予想上位はクリスタライズ、目標タイムは1分 30.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀1レース、予想上位はノリノリ、目標タイムは1分 32.4 秒です。
荒れにくいレースになりそうです。サガニレース、予想上位は歌詞のカンピオーネ。目標タイムは1分 31.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。サガサンレース、予想上位は木の夜長に。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ4レース、予想上位は2台かないやろう。目標タイムは1分 28.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ5レース、予想上位はスターオブステップ。目標タイムは1分 26.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ6レース、予想上位はマナラナキラ。目標タイムは1分 32.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。サガ7レース、予想上位はゲットザフェーム。目標タイムは1分 31.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ8レース、予想上位はトリオンファーレ。目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。サガ9レース、予想上位はアイタカ。目標タイムは1分 29.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。サガ10レース、予想上位はラインフォルテ。目標タイムは1分 27.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ11レース、予想上位は北サンドライバー。目標タイムは1分 25.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。サガ12レース、予想上位はキングオリバー。目標タイムは1分 31.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。バンエイ第1レース、予想上位はライデンムーン。荒れる確率は 54% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、ヨドギフレイヤ生誕記念。予想上位はジェユルフ。荒れる確率は 55% です。バンエイ第3レース、マキ誕生日おめでとう記念。予想上位はブルーサファイア。荒れる確率は 68% です。バンエイ第4レース、もっと好き。20歳。予想上位は北栄姫子。荒れる確率は 72% です。バンエイ第5レース、瀬川亮君生誕1万日記念。予想上位は紅和の雲海。荒れる確率は 56% です。バンエイ第6レース、52歳。第1回闇と灰。予想上位はミストレンタ。荒れる確率は 67% です。バンエイ第7レース、カズ&ルイ結婚10周年記念。予想上位はジェイエンゼル。荒れる確率は 62% です。バンエイ第8レース、ファスミンが錦糸町に。予想上位はビルムート。荒れる確率は 52% です。バンエイ第9レース、宿沢元さんご定年記念。予想上位は金鶴森内。荒れる確率は 54% です。バンエイ第10レース、第9回森の卵記念。予想上位はサロマ大賞。荒れる確率は 52% です。バンエイ第11レース、オータムカップ。予想上位はオーシャンウィーナー。荒れる確率は 66% です。バンエイ第12レース、A22混合。予想上位はミノルシャープ。荒れる確率は 58% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ベルビュードライブ、ディザーブラン、サバイバルリベラル、ロックオブソシジ。
ロバリアの奇跡、ポポラーレウーノ、ノブ、コンバットグランデ、シウラグランデ、土地のヒーロー、きらめき、ピアージュ、シャンブレー、ハリケーンメファ、ハピネス合算、レアビリーブ、シェナエース、ワンダーフィール、メイワシェリー、色好み、ドナミント、スターハッスル、イナリンクローバー、山吹、素敵にシンデレラ、シエスタキー、ミーヨンライブ、ノクターナル、サノのたる前、レディジャン、モモドリーム、ダイバオーソ、サーマウント、オメガオリーブ、トレジャーバローズ、アバント、スワーブジョーダン、ラシェンテ、エイシンティックス、サンエッチャコ、蝶のように舞う、ラブ&ビーンズ、ゴールドパース、エムティウィンド、オンネア、パルガーン、レジーナチェリー、シュンプー、帝国、ガンブーツダンス、ビルベッピンさん、インペトオーソ、グラス、エクレールブリアン、MO ポケット、アイアンロマン、タマレディ、マーニク、カジュアルスパート、キシリトールチョコ、アントニオヒロキ、栗の雪椿、サンウィング、ビルジキール、エイシンシンクロ、ウィーンホノカ、カズキレウス、スマートウィザード、コパのモナルカ、ポーラーナイト、ノリノリ、ディスティント、カシノカンピオーネ、アルファホール、ビッカローラ、モリデンドーター、エイシンアイビー、ユールメイキット、アストラルポケット、マナラナキラ、トリオンファーレ、ウィーンブランカ、アクセルオーソ、アイタカ、ミアノートリー、大吉ホマレ、ライフォルテ、博愛ゼウス、アクラシア、ウィーンブリオーソ、ペイシャムスギ、ジャンヌの剣、メイクミーラフ、マニフィックブリエ、ヤエのシャイン、マイネルブデッド、アステルスフィーダ、ラブレボー、2M プライド、ソロフレーズ、ウェルメイド、ユイの鼓動、明日のヒロイン、アルティマボス、ケイキ奇跡、カミンスキ、アナハ、当選イブ、アミン、純インパルス、アマレロフレーバー、鎌倉幕府、エクメディの奇跡、クラウンパント、ハーピークオーレ、ユーユーアイリス、ユーノボマーク、セザンディーバ、ユーノメディナ、ナリーサ、ミキのバスドラム、ミラクルランバック、ラウズアップ、ルルド、スノープリンセス、カフェリー、サクセスソング、ジャッカルズさん、透明より綺麗、山陽マイム、アイアムロージー、マイネルジュリアン、ロマンチックボーイ、レモンスフレ、ベーチェル、レディグレイ、ゲストリターナ、シャローナ、マジョリー、モンテイゾラ、大地トゥーム、大地の恵み、ウィーンエイムハイ、東方ジェンマ、アコー、サウンドノバ、ナイタブレード、スペシャルトーク、パープルトレジャー、プリムスフィーリア、イターンエース、フェアリーピコ、プレイフォーエフ、ナムラダニー、パワーポケゴー、デステハド、ミフネ、ロンギングドクター、マリノボリー、クレーンパーディタ、M1 ハルコ、タナキーボー、ゴッドゴーゴー、我は風の子、ロードグリュック、グラシアーノ、森のリオン、ホープアイランド、日本ピロクリフ、マリのカサブランカ、ラインポラリス、ピエナナイスガイ、サッチモ、角のゆとり、月に吠える、
ムンムンムン。ハドソン・ホーク、佐渡のダンディ、ハセのビーバー、エイシン・ゴースト、リュージュ、シャイニー・メイン、ベスパー・ローズ、チオノ・フォーエバー、リッチー・シャーチ、オセア・マジェスティ、ソルエストレーラー、フェルサイト、ココ・マンダリン、ブルート・ブロッサム、クリノ・ブリーゼ、ミルヒ・シトラーセ、ファイン・ローズ、マムティ・キング、ツル・マルベル、サンエイ・キャノン、キュリエール、アール・レアル、パルメニデス、ファーマスター、ノーブル・プラチナ、ビナ・ハイフォン、ツガノ・ムサシ、メインステイ、カネ・ミツ・ツイスト、ビーチガール、ヒーリング・ピピ、ドゥマンフルー、シラセ、ナモロカ、リバースイート、コンバットココ、ケン・スピリタス、ミュールダール、セユン・ミレイヤ、マックス・ブンブン、パーティー・アニマル、エイシン・ドップラー、ジュン・シリアス、カミソリ・ストレート、グッド・ラック・スター、リトル・ラフター、ハットリー、オイデ・レオ、ワルツ・フォー・デ・ビー、ナイト・スター・リリー、キャラ・ハンテ・ソウロ、フェスティ・グノンノ、アイランド・ピーク、スプランドゥール、ガラシュ、ベレノ、ノブのビスケッツ、ひまわりの子、シェリング・フォード、アップ・リュージン、カイトル・ビー、エイシン・ドラーゴ、ベアーズ・レター、カエセイ・ビクトリア、プケッティ、当選パッソ、AT タキオン、エルメニア、マーミンラブ、ヒルのグラス号、日本ピロポート、マルヨミニスター、ワラシデ長者、ビッグトラちゃん、サクラトップグッド、ヒルズガイ、セレシュ、ステースソニック、アンマラ、シャクイワナ、浜辺の誘惑、フォカッチャ、キガタレイ、ドゥエルセーラー、エムティピース、栄養神話、テイエムサガガール、ニシケンキング、アヤメイロ、フォートレスヒル、シエル、ニューホライゾン、アネロイド、ザビックレディ、ライジングセーラー、プアラニ、ロッソ、メアリー、アルティマソウル、ピーピークラージュ、ピコリーナ、トゥーナアンディ、リトルブラック、ラグルパイル、ナギサのチャコ、シュマンドロワ、アイファーダイオー、花の歌、ゴーゴーオンリー、ゴールデンレイ、スペキュレーション、ユーユープレゼンス、ノーベジタブル、白山クリスタル、白山マロン、エース・オブ・スペーズ、プティキャドー、プレスト・ワンダ、ラッキー・アメリカン、リンク・アームズ、アンジェラ・ラブ、スタイル・ユア・セルフ、ザ・スター・オブ・チグサ、ソライ・ミライ・カナイ・アロー、イチノ・コマチ、スルー・ザ・リミッツ、ネバ・シーン・ビフォー、スター・マンモス、スター・ティアラ、サマードリーム、ツルマル・ブルー、ビッグヒップルーフ、ロイエ、アエリアン、ワンダフルボーイ、マルケイフォルテ、ポッピングシャワー、アースちゃん、夢見る月、ソルトロック、カバロプレト、MO 小町、サフラングライト、テキーラワルツ、バスターショット、レギウス、ブーゲンビーヤ、ナムラミック、グレートメモリーズ、チームケミストリー、ジェッタ、ゴルトツイゲル、函館の花、ギガフォルス、マダムルーチェ、ウルトラピース、ミスフライデー、マイネルシスネロス、ベートーベン。水沢第一レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは2番ベルビュードライブが先頭に立ちます。その後ろには6番リザーブラン、3番ペイシャ結びか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番リザーブラン。その後には9番エイシンユカラと2番ベルビュードライブが続きます。7番フェアリーモナックが先頭に立つか、追い抜くか。7番フェアリーモナックがゴールイン。続くは9番、6番、4番か。水沢第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは9番ムーンムーンムーンが好スタートを切った。並ぶように8番ルクスリーメン、6番サバイバルリベラルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番サバイバルリベラル。その後には8番ルクスリーメンと9番ムーンムーンムーンが続きます。3番メイクミーラフが先頭に立つか、先頭か。3番メイクミーラフが1着見事。続くは6番、5番。水沢第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番セイユンアーテルが前に行きます。並ぶように10番アステルスフィーダ、9番ハセのビーバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番セイユンアーテル。その後には10番アステルスフィーダと9番ハセのビーバーが続きます。3番セイユンアーテルそのまま逃げ切れるか、独走か。3番セイユンアーテルがゴールイン。続くは8番、4番、5番か。水沢第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。1番振り向かないでよが前に行きます。2番手は8番オメガジャスミン、9番ミュージュカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ロックオブソシジ。その後には8番オメガジャスミンと9番ミュージュが続きます。7番ロックオブソシジそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ロックオブソシジが1着見事。続くは9番、8番、5番か。水沢第5レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは4番友坂井が先頭に立ちます。並ぶように5番ミライザベル、7番サマードリームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番友坂井、その後には5番ミライザベルと3番シャイニーメインが続きます。4番友坂井そのまま独走か、逃げ切れるか。4番友坂井が1着見事。続くは3番、2番、6番か。水沢第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。8番テルカメが早速先頭を取る。その後ろには4番鶴丸ブル、5番千代のフォーエバか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番鶴丸ブル、その後には8番テルカメと5番千代のフォーエバが続きます。4番鶴丸ブルそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番鶴丸ブルーがゴールイン。続くは2番、5番、7番か。水沢第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番デイタム。その後ろには4番ビッグヒップルーフ、6番ストロングブラックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ビッグヒップルーフ。その後には6番ストロングブラックと2番サバンナナイツが続きます。6番ストロングブラックが後ろから追ってくる、先頭か。6番ストロングブラックがゴールイン。続くは7番、4番、9番。水沢第8レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。2番、2Mプライドが前に行きます。その後ろには3番、ソレーストレーラ、5番、フェルサイトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番、フェルサイト。その後には2番、2Mプライドと3番、ソレーストレーラが続きます。5番、フェルサイトそのまま逃げ切れるか、独走か。5番、フェルサイトがゴールイン。続くは4番、7番、3番か。水沢第9レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。8番クリノブリーゼが前に行きます。後を追うのは5番ブルートブローサム、10番ガーデンアイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ブルートブローサム、その後には10番ガーデンアイルと8番クリノブリーゼが続きます。10番ガーデンワイルが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番ガーデンワイルがゴールイン。続くは6番、3番、5番か。水沢第10レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番ウェアエクセレントが前に行きます。2番手は6番モーグリーン、8番ユイの鼓動か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ユイの鼓動、その後には9番マスのヒロインと10番ジェイエルジェティが続きます。10番ジェイエルジェティが先頭に立つか、追い抜くか。10番ジェイエルジェティが1着見事。続くは8番、7番、4番か。水沢第11レース、各馬、
ゲートイン完了。スタートが切られました。10番ライトフィールダーが早速先頭を取る。後を追うのは9番リトルシスター、7番ラッピングカラーズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ライトフィールダー。その後には6番キラメキと9番リトルシスターが続きます。10番ライトフィールダーそのまま独走か。独走か。10番ライトフィールダーがゴールイン。続くは1番、6番、8番か。水沢第12レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。7番ケイキキセキが前に行きます。7番ケイキキセキの背後には1番マルティマボス、6番ハリケーンメファか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マルティマボス。その後には7番ケイキキセキと11番オスマンが続きます。1番マルティマボスそのまま独走か。独走か。1番マルティマボスが1着見事。続くは9番、11番、5。裏は第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。7番ルージュルージュが早速先頭を取る。その後ろには2番シェナエース、4番カミンスキか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ルージュルージュ。その後には2番シェナエースと4番カミンスキが続きます。7番ルージュルージュそのまま独走か。独走か。7番ルージュルージュが1着見事。続くは2番、1番、4番か。裏は第2レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは7番メイワシェリー。2番手は9番スパークルガール、10番ジニアズウィッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番メイワシェリー。その後には9番スパークルガールと11番アミンが続きます。6番スクリームイーグルが追い上げてくる、追い抜くか。6番スクリームイーグルがゴールイン。続くは9番、4番、2番か。裏は第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは5番津賀野武蔵が好スタートを切った。並ぶように2番ジュンインパルス、3番ノーブルプラチナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番津賀野武蔵。その後には2番ジュンインパルスと3番ノーブルプラチナが続きます。4番ミナハイフォンが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番ミナハイフォンが1着見事。続くは5番、3番、2番か。裏は第4レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは10番ウィンプロティアが好スタートを切った。10番ウィンプロティアの背後には2番アマレロフレーバー、7番ドナミントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番アマレロフレーバー。その後には10番ウィンプロティアと5番鎌倉幕府が続きます。2番アマレロフレーバーそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番アマレロフレーバーがゴールイン。続くは10。裏は第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。4番ミナブンタウが前に行きます。2番手は1番ケンブレナム、5番ヒロのカッターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ミナブンタ。その後には1番ケンブレナムと2番カネミツツイストが続きます。1番ケンブレナムが先頭に立つか、先頭か。1番ケンブレナムが1着見事。続くは4番、3番、2番か。裏は第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは2番イナリンクローバーが好スタートを切った。その後ろには9番素敵にシンデレラ、4番プレミアムプリモか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ピッコロバンビーナ。その後には2番イナリンクローバーと4番プレミアムプリモが続きます。2番イナリンクローバーが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番イナリンクローバーがゴールイン。続くは7番、4番。裏は第7レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは2番マーシャルテイルが好スタートを切った。並ぶように1番エクメリの奇跡、5番クラウンパントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マーシャルテイル。その後には1番エクメリの奇跡と3番夢見る月が続きます。8番ジャズボーカルが追い上げてくる、先頭か。8番ジャズボーカルが1着見事。続くは6番、1番、2番か。裏は第8レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。8番ノクターナルが早速先頭を取る。後を追うのは10番サノのタルマエ、6番ラッキーアメリカンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ノクターナル。その後には9番タロサンダーと6番ラッキーアメリカンが続きます。
一番ハッピークオーレが先頭に立つか、先頭か。一番ハッピークオーレがゴールイン。続くは9番、8番、6番か。浦和第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは4番ドナデュボアが先頭に立ちます。4番ドナデュボアの背後には1番スイートシーズン、3番デュアメリカンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ドナデュボア。その後には1番スイートシーズンと6番コンバットココが続きます。6番コンバットココが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番コンバットココがゴールイン。続くは4番、1番、3番。浦和第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは8番ビットコインが先頭に立ちます。並ぶように3番レディジャン、4番セクシーコマンドーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ビットコイン。その後には3番レディジャンと4番セクシーコマンドーが続きます。2番バレンテが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番バレンテがゴールイン。続くは8番、10番、4番か。浦和第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。5番ミキのバスドラムが前に行きます。5番ミキのバスドラムの背後には12番ダイネイタマナ、1番ハブルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ダイネイタマナ、その後には8番サーマウントと1番ハブルが続きます。8番サーマウントが後ろから追ってくる、先頭か。8番サーマウントがゴールイン。続くは1番、6番、4番か。浦和第12レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは11番パーティーアニマルが好スタートを切った。その後ろには9番悠々プレゼンス、6番マックスブンブンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番パーティーアニマル。その後には9番悠々プレゼンスと6番マックスブンブンが続きます。11番パーティーアニマルそのまま独走か。逃げ切れるか。11番パーティーアニマルが1着見事。金沢第1レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは3番スノープリンセスが好スタートを切った。並ぶように5番エイシンドップラー、8番サフランブライトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エイシンドップラー、その後には8番サフランブライトと3番スノープリンセスが続きます。8番サフランブライトが追い上げてくる、先頭か。8番サフランブライトが1着見事。続くは7番、5番。金沢第2レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは10番カミソリストレートが好スタートを切った。並ぶように2番月が綺麗ですね。9番サノノリッチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番サノノリッチ。その後には10番カミソリストレートと2番月が綺麗ですねが続きます。9番サノノリッチそのまま独走か。独走か。9番サノノリッチがゴールイン。続くは6番、5番、8番か。金沢第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは9番テキエラワルツ。2番手は7番スターマンモス、1番ロングレジリエントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番テキエラワルツ。その後には1番ロングレジリエントと2番ワレハカゼの子が続きます。2番ワレハカゼの子が後ろから追ってくる、追い抜くか。2番ワレハカゼの子がゴールイン。続くは9番、6番、1番か。金沢第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは7番ラブ&ビーンズ。並ぶように10番ゴールドパース、9番ブルーメリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ゴールドパース。その後には7番ラブ&ビーンズと9番ブルーメリーが続きます。1番ベスト単語が先頭に立つか、先頭か。1番ベスト単語が1着見事。続くは10番、5番、4番か。金沢第5レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。3番ムゲーテスペランサが早速先頭を取る。3番ムゲーテスペランサの背後には6番オンネア、8番サンエスペランスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ムゲーテスペランサ。その後には8番サンエスペランスと6番オンネアが続きます。8番サンエスペランスが先頭に立つか、追い抜くか。8番サンエスペランスがゴールイン。続くは6番、3。金沢第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは3番白山クリスタルが好スタートを切った。
3番白山クリスタルの背後には4番リトルラフター、6番パルガンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番白山クリスタル、その後には6番パルガンと4番リトルラフターが続きます。6番パルガンが追い上げてくる、追い抜くか。6番パルガンが1着見事。続くは4番、3番、2番。金沢第7レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは5番トンボ。5番トンボの背後には9番春風、8番クリスタルゴールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番トンボ、その後には3番ハットリと2番レジーナチェリが続きます。5番トンボそのまま独走か、独走か。5番トンボが1着見事。続くは4番、7番、2番か。金沢第8レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは4番ブーデンビリアが好スタートを切った。並ぶように8番ユーノステルス、5番レッツドゥイットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ユーノステルス、その後には4番ブーデンビリアと2番アンダーレが続きます。6番ギャラハンテソーロが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ギャラハンテソーロが1着見事。続くは2番、3番、1番か。金沢第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは4番ガンブーツダンスが好スタートを切った。後を追うのは6番ベイビーアッシュ、5番オールズフェアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番オールズフェア、その後には6番ベイビーアッシュと4番ガンブーツダンスが続きます。5番オールズフェアそのまま独走か、逃げ切れるか。5番オールズフェアが1着見事。続くは4番、6番、8番か。金沢第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは7番レモンスフレ。並ぶように2番タントゥーム、3番フェスティブノンノカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番レモンスフレ。その後には2番タントゥームと3番フェスティブノンノが続きます。7番レモンスフレそのまま独走か、独走か。7番レモンスフレが1着見事。続くは5番、9番、1番か。金沢第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。1番白山マロンが前に行きます。並ぶように3番ベストリターナ、6番スプランドゥールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番白山マロン、その後には6番スプランドゥールと3番ベストリターナーが続きます。5番アイランドピークが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番アイランドピークが1着見事。続くは6番、1番、3番か。金沢第12レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは6番ホーオールジュレップが先頭に立ちます。6番ホーオールジュレップの背後には9番フィードバック、10番ソーラーフレアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ホーオールジュレップ、その後には10番ソーラーフレアと3番マイネルシスネロスが続きます。6番ホーオールジュレップそのまま独走か、逃げ切れるか。6番ホーオールジュレップが1着見事。笠松第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは7番ナムラゴロウ。7番ナムラゴロウの背後には1番グラス、5番森のリオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ナムラゴロウ。その後には1番グラスと5番森のリオンが続きます。1番グラスが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番グラスがゴールイン。続くは7番、5番、6番か。笠松第2レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。3番梅手まりが前に行きます。後を追うのは5番マイアンロマン、2番グランバイオレットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番梅手まり、その後には2番グランバイオレットと5番マイアンロマンが続きます。9番マーニクが後ろから追ってくる、先頭か。9番マーニクが1着見事。続くは3番、2番、5番か。笠松第3レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは4番エイシンドラーゴ。4番エイシンドラーゴの背後には1番エースオブスペーズ、2番サツキバラードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エイシンドラーゴ。その後には2番サツキバラードと9番大聖ビクトリアが続きます。9番大聖ビクトリアが後ろから追ってくる、追い抜くか。9番大聖ビクトリアがゴールイン。
続くは2番、4番。笠松第4レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番ミレーラが先頭に立ちます。5番ミレーラの背後には8番7チャンス、6番アップミライカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ミレーラ、その後には4番ザスターオブチグサと8番7チャンスが続きます。6番アップミライが後ろから追ってくる、先頭か。6番アップミライが1着見事。続くは4番、5番、8番か。笠松第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは6番シャローナ。2番手は5番ティエラサンライズ、7番マジョリーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シャローナ、その後には5番ティエラサンライズと4番パッドウラパンが続きます。6番シャローナそのまま独走か、独走か。6番シャローナがゴールイン。続くは4番、7番、2番か。笠松第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは6番マーミンラブが好スタートを切った。6番マーミンラブの背後には5番栗の雪椿、3番アントニオ弘樹か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マーミンラブ、その後には5番栗の雪椿と3番アントニオ弘樹が続きます。6番マーミンラブそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番マーミンラブがゴールイン。続くは3番。笠松第7レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは6番ヒルのグラスボーが先頭に立ちます。その後ろには4番ウィンターソング、3番ビルジキールカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ヒルのグラスボー、その後には3番ビルジキールと5番大地の恵みが続きます。4番ウィンターソングが追い上げてくる、先頭か。4番ウィンターソングがゴールイン。続くは6番、5番、2番か。笠松第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは4番エイシンチョンパ。4番エイシンチョンパの背後には2番エイシンシンクロ、1番バークエムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番エイシンチョンパ。その後には2番エイシンシンクロと1番バークエムが続きます。3番シャンドゥルンが先頭に立つか、先頭か。3番シャンドゥルンがゴールイン。続くは6番、1番、2番か。笠松第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは6番東方ジェンマ。2番手は7番アコ、5番日本ピロポートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アコ、その後には6番東方ジェンマと5番日本ピロポートが続きます。7番アコそのまま独走か、独走か。7番アコが1着見事。続くは5番、1番、4番か。笠松第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは7番マルヨミニスタ。後を追うのは6番カズピレース、4番サウンドのバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番カズピレース、その後には7番マルヨミニスタと4番サウンドのバが続きます。6番カズピレースそのまま独走か、独走か。6番カズピレスがゴールイン。続くは3番、7番、4番か。笠松第11レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは3番コパノモナルカ。3番コパノモナルカの背後には4番アイファーダイオ、6番スペシャルトークか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番アイファーダイオ、その後には7番ワラシベ長者と3番コパノモナルカが続きます。4番アイファーダイオーそのまま逃げ切れるか、独走か。4番アイファーダイオーが1着見事。続くは5番。笠松第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。6番クリスタライズが早速先頭を取る。2番手は8番湘南春風、9番リックトラちゃんか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番クリスタライズ、その後には8番湘南春風と9番リックトラちゃんが続きます。6番クリスタライズそのまま独走か、逃げ切れるか。6番クリスタライズがゴールイン。続くは8番、9番、1番か。佐賀第1レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番ユイフルール。その後ろには2番ノリノリ、6番プリムスフィーリアか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ノリノリ。その後には9番ユイフルールと5番パープルトレジャーが続きます。2番ノリノリそのまま逃げ切れるか。2番ノリノリが1着見事。続くは5番、4番、3番か。佐賀第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは7番リターンエースが好スタートを切った。並ぶように6番ライネスヘルツ、9番スペースソニックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番リターンエース。その後には1番カシのカンピオーネと5番スターキアラが続きます。1番カシのカンピオーネが先頭に立つか、先頭か。1番カシのカンピオーネが1着見事。続くは7番、9番、5番か。佐賀第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。8番リッカローラが前に行きます。8番リッカローラの背後には1番サシバ、9番プレイフォーエフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番リッカローラ。その後には2番脇の夜長にと7番ムーンスターが続きます。2番脇の夜長にが先頭に立つか、先頭か。2番脇の夜長にがゴールイン。続くは5番、8番、6番か。佐賀第4レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。5番にライカナイアローが早速先頭を取る。その後ろには7番エイシンガラージュ、6番カシのシンボルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番にライカナイアロー。その後には7番エイシンガラージュと6番カシのシンボルが続きます。2番シャクイワナが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番シャクイワナが1着見事。続くは4番、7番、5番か。佐賀第5レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは10番キガタレイが好スタートを切った。10番キガタレイの背後には1番この花咲くや姫、7番ユールメイキッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番キガタレイ。その後には3番スターオブステップと6番フォカッチャが続きます。10番キガタレイそのまま独走か、逃げ切れるか。10番キガタレイがゴールイン。続くは3番、6番、4番か。佐賀第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。6番手 M サガガールが前に行きます。その後ろには4番 MT ピース、2番ノベルウェイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番栄養神話、その後には2番ノベルウェイと7番スーパーフルールが続きます。2番ノベルウェイが追い上げてくる、追い抜くか。2番ノベルウェイがゴールイン。続くは10番、7番、4番か。佐賀第7レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは2番マヤメイロが好スタートを切った。2番マヤメイロの背後には9番グレースエンブレム、7番シエルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マヤメイロ。その後には6番ゲットザフェームと7番シエルが続きます。6番ゲットザフェームが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ゲットザフェームがゴールイン。続くは2番、5番、7番か。佐賀第8レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは8番シゲルペガサス。8番シゲルペガサスの背後には9番ファイティング、1番トリオンファーレか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番シゲルペガサス。その後には9番ファイティングと1番トリオンファーレが続きます。1番トリオンファーレが先頭に立つか、追い抜くか。1番トリオンファーレが1着見事。続くは9番、4番。佐賀第9レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは5番サンライズハイヤー。5番サンライズハイヤーの背後には4番アイタカ、10番クリノニキータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番アイタカ、その後には5番サンライズハイヤーと10番クリノニキータが続きます。6番ミヤノウッドリーが先頭に立つか、追い抜くか。6番ミヤノウッドリーがゴールイン。続くは4番、5番、10番か。佐賀第10レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番ラインフォルテが早速先頭を取る。後を追うのは6番プアラニ、10番デスペハドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ラインフォルテ。その後には9番ダンストレントと6番プアラニが続きます。8番スルーザリミッツが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番スルーザリミッツがゴールイン。続くは5番、10番、6番か。
佐賀第11レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番メアリ。2番手は12番ウィンブリオーソ、1番サンヨースマイルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番アクラシア、その後には3番メアリーと4番ミフネが続きます。1番サンヨースマイルが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番サンヨースマイルがゴールイン。続くは4番、2番、11番か。佐賀第12レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。7番マリのボリーが前に行きます。2番手は12番函館の花、2番スマートアリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番サンマルオーリア、その後には1番ロードウィンザーと9番キングオリバーが続きます。9番キングオリバーが先頭に立つか、先頭か。9番キングオリバーが1着見事。続くは1番、10番、11番か。